FM 平方は、大阪府平方市にあるコミュニティ FM である。東口にあった、ミルキーウェイスタジオ、中央口にある FM 平方駅中スタジオ779の様子。1997年、大阪府3局目のコミュニティ FM として開局。放送時間は24時間放送。 サテライトスタジオが2003年1月15日から2012年10月28日まで、京阪電気鉄道平方市駅東口改札前、フれ合いホールに2013年1月15日から同駅中央改札前に設置されており、動画配信も実施、別名キク FM、以前愛称として使用されていた。現在もメールアドレスやジングルで使用されていたり、 マスコットキャラクターの名前も聞く次郎である。2009年11月21日、サイモルレイディオに参加。インターネットでの聴取が可能となる。またリソンレイディオ及びチューングラジオも可能。8月下旬に開催される平方祭りの日曜分をラジオで同時放送しているほか、9月下旬に平方自動車教習所で開催される平らフェアの司会を 同局のパーソナリティが担当している。2020年4月現在、シティインフォーメーション内報午前午後など対象者が多数のため、右端の表示をクリックされたい。ありがとうございます。